あの国は中国に協力するに決まっているのに、日本が不正をしたに違いない。中国がインドネシアでやったような作戦に、騙されるような国だと思わないでくれよ。海外を走る高速鉄道といえば、どんなものを思い浮かべるでしょうか。2023年には、インドネシアの高速鉄道が開業しましたが、中国と日本の間で激しい争いがあったことが何かと話題になりましたよね。インドネシア高速鉄道では苦い思いの残る日本ですが、実は鉄道の建設の受注をめぐる争いは、ここだけに限った話ではありません。実はこの一件とは別に、インドネシアよりもさらに莫大な規模のプロジェクトの受注を勝ち取っていることをご存知でしょうか。日本の奇策によって大勝利が勝ち取られたそのプロジェクトでは、中国製とは比べ物にならないと称賛の声が後を絶たないのだとか、世界の国々の最先端の技術が競われる中で、日本の新幹線が採用された本当の理由は、信じられないようなものなのです。その真相を早速一緒に見てみましょう。1. インドネシアで苦汁を飲んだ日本。実はその一方で、もっと莫大な功績を得ていた。今回注目されるのは、東南アジアにあるインドネシアと、南アジアに広大に広がる5000年の歴史を有する大国であるインドを走る高速鉄道のお話です。インドの高速鉄道は2017年に着工され、大都市であるムンバイからアメーダバード間を結ぶ高速鉄道が現在建設されています。約500キロのルートで、現在は約8時間かかる所要時間が2時間程度へと大幅に短縮される構想です。完成すれば、インド初の高速鉄道となり、インドの移動方式に間違いなく劇的な変化をもたらすとされ、多くの話題を呼んでいます。この建設には、日本の新幹線方式を採用することが決まっています。完成すれば、日本の新幹線がインドを走ることになると思うと、ワクワクしますね。日本の新幹線方式が海外に輸出されるのは、台湾に次いで2例目の実例になります。ちなみにインドネシアの人口は約 2.8 億人、インドは14億人です。それだけ聞いたとしても、経済規模が違うのがわかるのではないでしょうか。日本の人口は 1.2 億人ほどということを考えると、海外のプロジェクトを勝ち取ることの重要性がわかりますよね。インドネシアで苦い思いを経験した日本の関係者も、より大きなプロジェクトを勝ち取ることができたことで、喜びも大きかったはずです。ネット上では、インド初の高速鉄道プロジェクトを勝ち取るとは、日本の完全勝利だ、と称賛する声も集まっています。それに対して、目の前のプロジェクトを取ることに執着し、大きく世界からの評判を落としてしまった中国は、憤る気持ちも強かったことでしょう。もちろんこのプロジェクトを受注するに至るまでの道のりは、決して平坦ではありませんでした。当初はフランスが先行して調査をしていましたし、何としてでも受注を勝ち取りたいと目論む中国が何かと手を回していたのです。どちらも高い技術や競争力を持ち、インドとの関係も深いものでした。そこから日本は奇跡のような巻き返しを勝ち取ったのです。2. 価格の優遇だけじゃない。日本の新幹線を選んだ納得の理由。日本の新幹線がインド政府の心をつかんだ最大の武器は、現実的な話になってしまいますが、資金の力が大きかったようです。インドは慢性的な赤字財政国であるため、約1兆8000億円に及ぶ事業費の約8割を、円借款による低利融資で提供することができるという条件で、考えを大きく動かしたようです。提示された金利は、なんと 0.1% と、通常ではありえない数字です。コストや品質を下げるのではなく、金利を下げるというのは、なかなかポイントが高いですよね。ライバルのフランスは、日本ほど経済規模が大きくなく、ここまでの資金の準備は難しかったのだそうです。もちろん単に資金が優遇されることだけが、選ばれた理由ではありません。専用軌道を走る新幹線方式の優位性について、日本側は繰り返し説明を行いました。フランスの案は、
同国の高速鉄道 TGV に倣い、市街地を出るまでは専用線で高速運行をするというものです。都市部周辺では在来線に乗り入れるスタイルを採用しています。途中にある人口の多い都市に停車することで、こまめに乗客を乗せることができるため、利用客を増やすことができるという利点がありますが、その分時間をロスすることになります。また、安全性においても専用線の方が優れていることが分かっています。インドの鉄道は衝突や脱線事故が多いのですが、路線への立ち入りが原因のケースも多いのです。乗客の安全について優先的に解決したい問題として挙げられるインドとしては、この利点は大きいです。世界一安全と言われている日本の新幹線に大きな魅力を感じたことだと思います。また、政府高官同士の外交交渉だけでなく、実際に新幹線の素晴らしさをアピールしたことも大きかったようです。日本はインド鉄道省の幹部12人を招き、2週間にわたって新幹線の運行指令センターや車両メーカーの工場などを案内しました。私たち日本人でも新幹線に乗るとその快適さに感動すると感じることがあるのではないでしょうか。海外の人々も実際に新幹線を目の当たりにしたのなら、その実力をわかりやすく理解することができるはずです。インド政府もぜひインドに新幹線をと納得してくれたようですね。メディアなどを通してその様子を見た人々からも、日本の新幹線は驚くほど静かで安定してスピードが出る。車両事故が全くなく、内装も清潔で高級感があり、時間は正確で予定通りに運行することなどに驚きの声が上がり話題になりました。中国製とは比べ物にならない。日本の新幹線を選ぶべきだ。と称賛の声が集まったといいます。3. インド高速鉄道のプロジェクト勝ち取りを目論んでいた中国。しかし思い通りにはいかなかった。こうしてインドに選ばれた日本の新幹線ですが、まさかの敗北に中国は大激怒することになりました。中国のマスコミは、日本はインドの高速鉄道プロジェクトを奪っていった、と騒ぎ立て、論点を変えるなどしながら、日本のマイナスイメージになるような情報を発信したのです。中国としては、良好な関係にあるインドは、当然中国の高速鉄道を受け入れると考えていたようで、このような方法で不満をあらわにしました。インドネシア鉄道で行った日本を陥れるような外交戦略とばらまき作戦が、インドでも通用すると思っていたのでしょう。しかし良好な関係にあると主張されている関係ですが、視点を変えて見てみると、両国の国境では紛争が絶えないという現状があります。残念ながら両国は、アジアにおいて最大の敵同士とも言えるのです。インドからしてみれば、中国とは一線を画したいというのが本音なのかもしれません。中国とインドは同じアジアの大国として比較されることも多い傾向があります。貧富の格差や大気汚染問題など、お互いに類似した問題も抱えています。しかし問題を根源から解決しようという姿勢がインドにはありますが、中国にはそうした姿勢が見られないというのが大きな違いだと言えるのではないでしょうか。インドが抱える問題はすぐに解決することは困難なことが多いですが、即効性のない対策であったとしても、改善の方向に向かう選択を選ぼうという姿勢が見られます。中国とは根本的に風土の違うインドが、簡単にチャイナマネーに寝返るはずはないのです。こうして見てみると、中国が選ばれるのは当然という考え方には、何の根拠もないだろうと思ってしまいますよね。4. インド高速鉄道開業までの歩み。日本とインドが共に大切にしている信念。こうして2017年に着工されたインド高速鉄道ですが、実際にスタートしてからは、予想外の苦難が訪れることになりました。やはり大型インフラともなると、一筋縄ではいかず、多くの困難に見舞われてしまったようです。インドには、イギリスの植民地時代に作られた古い路線が多く、それらが事故の原因になることも多いため、鉄道に対して否定的な考えを持つ人も多いのだそうです。高速鉄道建設のための土地収用が予定通りに進まず、インド側から
線路や駅の使用について変更の要望が次々と出されることになりました。そして2020年にはコロナウイルスの流行という脅威が訪れます。コロナ禍の影響でインドに駐在していた日本人スタッフは帰国を余儀なくされる事態になり、開発は暗礁に乗り上げたかに見えたのです。しかしその間も日本とインドのスタッフの人々はオンライン会議などを活用し、土地収用などの協議を進めていたのです。2022年以降の土地取得率は急速に伸び、全体の土地取得率も 100% に向かい始めました。現地人の人たちとの関係の維持を大切にすることも、日本の企業の素晴らしいところだと言われています。土地取得だけでなく、工事面でも大きく前進していて、高架、トンネル、橋梁、軌道、駅、研修施設などの建設の請負業者への発注は 100% 完了したと発表されています。困難なプロジェクトのようですが、完成への道を着々と進んでいるようですね。一刻も早い開業を望む声もありますが、完成を急ぐあまり安全がおろそかになることがあってはなりません。万一事故などが起きれば人を巻き込んでしまう恐れがありますし、多額の負債を背負っての開業となれば、収益が思うように上がらない場合の経営リスクは大きく膨らんでしまいます。日本を信じてくれたインドに対して、ここからが日本の腕の見せ所といったところでしょうか。現在は2026年中の完成を目標に工事を進めているようです。日本とインドの関係者が共に信頼関係を築きながら最高の鉄道を建設することを目指す姿勢は世界からも注目されているようですね。今回のお話はいかがだったでしょうか。目先の利益を優先し中国を選び、散々な目に遭ってしまったインドネシアと日本の新幹線を信じて選んだインド。どんなビジネスパートナーを選ぶのが賢い選択なのか、世界に示すことができる分かりやすい事例になったのではないでしょうか。インド政府が国民のためを思い、安全安心の日本の新幹線を採用することになったのは素晴らしいことですよね。現在インドでは鉄道事情の改善が重要な課題となっています。脱線や衝突事故が絶えず、多くの乗客を巻き込んでしまう事故もたびたび起きていますし、過大な輸送需要をこなすため、安全対策が後手に回っている現状が伺えます。インド最大の都市、ムンバイに向かう通勤電車は、朝夕のラッシュ時には、それぞれ4から5分間と比較的短い間隔でやってきますが、開けっぱなしのドアから、多くの乗客が、戸口から身を乗り出したまま乗車をしなくてはいけないほどの混雑状況です。もし転落してしまっても乗客の自己責任になりますが、転落事故はなんと毎日発生しています。こんな危険な状態は誰もが嫌がるはずですが、乗客自身もドアを閉めることにより電車が遅れ、通勤時間が延びるような状況は望んでいないと考えてしまっているようです。こうした事情から、安全と信頼のある日本を選択したインド政府の素晴らしさが伺えますね。インドで日本の新幹線が開通すれば、初めて開通する高速鉄道時代の幕開けを飾るのにふさわしい路線となるのは確実のことでしょう。現在着工しているムンバイからアメーダバード区間だけでなく、将来的にはインドの4大都市を結ぶ計画もされており、その区間の受注でも日本は有力な候補とされていくことでしょう。日本とインドがこのように高速鉄道技術でパートナーシップを組むことで、いずれインドが外国に新幹線を輸出する時代がやってくるかもしれないと言われています。過去にもマルチスズキという日本の自動車メーカーがインド政府との合弁会社を設立し、マルチウドヨグというインドを含む南アジアで最大の自動車会社となっているという事例があります。こうしたことから日本とインドがお互いウィンウィンの関係であることがわかります。今後もインドのような国と積極的に関係を築いていくことはとても重要なことです。インド高速鉄道はどのような展開を迎えていくのか、今後の展開が楽しみですね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんの意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、
シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。